こんにちは、絵の先生カズです。桜の風景第2弾。前回の動画ではマスキングを使用して桜を描きましたが、今回はマスキングなしで桜を描いていきたいと思います。まずは空からウェットインウェットで描いていきます。空を塗りたいところにたっぷりと水を塗ってから色を流し込みます。使用した色はマンガニーズブルーとコバルトブルーの2色です。雲になる部分には水を塗らないようにしましょう。雲の部分にも水を塗ってしまうと雲の中にも青空の色が入ってしまいますよ。絵の具が完全に乾いてしまうと筆跡が残ってしまいますので、ウェットインウェットの作業は素早く進めます。ここで空のグラデーションを自然に出すための簡単なテクニックを紹介しますね。このようにして紙を左右上下に傾けるだけです。こうすると2色の青が自然に混ざり合います。青空は上に行くほど色が濃くなっています。ですので空の下部から上部に向かって青が濃くなるように心がけて画面を傾けるようにしてくださいね。空と同時に雲も進めていきましょう。ところで皆さん、雲を描くときに一番気を配らなければならないこと、なんだかご存知ですか？答えは空と雲の境界線です。より自然な雲を描くときには、境界線をぼかす部分とくっきり残す部分を両方作るとよりリアルな雰囲気が出ます。私が以前制作した雲の描き方を詳しく解説した動画の URL を概要欄に貼っておきます。興味のある方はぜひご覧ください。筆やティッシュなどを使ってさまざまな形や境界線を作りましょう。いい感じで雲が描けました。次は山を塗っていきます。山は奥の方から塗っていくと描きやすいと思います。ここで使用した色は空でも大活躍したコバルトブルーにパーマネントイエローライト、バーントシェンナを加えました。一番奥にある山はとても遠くにあり、かなり青みがかかっているので青を多めに入れます。作った色をそのまますぐに画面に塗ってしまうのではなく、パレットの上でよく混ぜて色味と濃さを調整します。好みの色が出来上がったら山を塗っていきましょう。空を塗る時とは真逆の作戦でいきますよ。空は水をたっぷり塗って一気に塗りました。でも山を塗る時に同じようにすると山らしからぬムラができてしまうこともあります。山ってよく見ると木がモコモコして見えますよね。このモコモコ全部描くとなると日が暮れてしまいますが、多少は絵に取り入れてあげた方が山らしい雰囲気を出すことができます。ですので山を描くときは少しずつちょんちょんと筆に含んだ絵の具と水分を縦や横に伸ばしながら塗っていきます。どうでしょう、筆のタッチを工夫するだけで木のモコモコした感じが出てきたでしょう。では手前の山も塗っていきましょう。先ほどの奥の山より手前にあるため濃淡も濃くなり、色味も青から緑に変化しています。使う色も少し変えています。サップグリーン、バーントシェンナ、コバルトブルーにします。さらに手前の木々を塗ります。使った色は同じ3色ですが、サップグリーンとバーントシェンナの割合を増やして濃い緑にします。ここでは手前の桜の形を意識しながら意図的に桜の花を塗り残し、桜の形を取ります。ところどころ桜の木の隙間から見える奥の木々も塗っておきましょう。ここで桜の形を避けながら奥の木を塗るのは難しいという方はマスキング液を塗っておくと良いでしょう。今回はマスキング液を使用せずに桜の形を取ってみます。桜を塗りつぶさないように
マスキングを使わないで描くのは大変そうに見えますが、マスキングを使用するよりも趣のある絵に仕上がりますね。また細かい作業が好きな方にとってはとても楽しい描き方です。マスキングを使用して桜を描く動画をご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。お待たせしました。いよいよメインの桜の花に色をつけていきましょう。桜に着彩する時のワンポイントアドバイス、このように紙にわずかに傾斜をつけておきます。塗った絵の具が画面の下にゆっくりと流れ、下部にたまるようにするためです。こうすることによって桜全体の上部の色が淡くなり、下部に自然な影を落とすことができ、桜の立体感を演出することができます。ここでも画面に色を塗る前にパレットの上で色を確認しておきましょう。すっごく薄く溶いたオペラにパーマネントイエローライトを入れ、明るいオレンジ色を作ります。一方でローズマダーにウルトラマリンブルーを入れ、紫色も作っておきます。パレットを広く使ってグラデーションを作り、使う色の幅を広げましょう。光の当たっている上部にはオレンジがかった色を、影ができる下部にはローズマダーで作った赤紫を入れて、枝先はちょんちょんと点を描くように、幹に近い部分は大きいタッチにして変化をつけます。奥の桜にも色を塗ってあげましょう。奥の桜を塗るときは先ほどの手前の桜よりもほんの少しだけコバルトブルーを入れてあげます。こうすることによって遠くの桜が全体的に青みがかるので、遠近感を演出することができます。では桜が乾いたら幹を塗っていきましょう。使用した色はウルトラマリンブルー、ローズマダー、バーントシェンナです。幹の太い下部から上部に向けて筆を入れていきます。少しカクカクした部分も作るとゴツゴツした幹の様子が表現できると思います。枝は一本すべて描いてしまうのではなく、このように途切れ途切れに描いていきましょう。こうすることで幹にたわわに咲いた桜の花を表現することができますよ。絵の具の濃さにも注意しましょう。幹は桜の花に比べると色が濃いです。ですので水を少なめにして色を作ります。幹を一色で塗ってしまうと単調な印象になってしまいます。ですのでウルトラマリンブルーを多めに溶いて焦げ茶にしたり、ローズマダーを増して赤茶にしたりと、部分部分で変化をつけてあげると良いでしょう。今回コリンスキーの丸筆を枝先の細い部分を描くのに使用しました。メーカーはラファエル、サイズは2号です。お値段はだいたい2000円弱ぐらいです。コリンスキーは腰がしっかりとしていて、水の含みもよく、細かい線から大胆な太い線までバリエーション豊かなタッチを出せますので、少々お値段は張りますが、1本お手元にあると便利だと思いますよ。あぜ道はウェットインウェットで塗り始めます。水を塗った後、イエローオーカーとローズマダーを薄く溶き、全体に柔らかく入れます。この色が光の部分の色になります。気持ち手前にローズマダーの量を増やし、赤みを増やします。そして一旦乾かします。あぜ道の右旗、傾斜になっている部分を塗っていきましょう。使った色は先ほど塗ったイエローオーカーにローズマダーを混ぜたもの、サップグリーンに、そしてコバルトブルーです。円形にはコバルトブルーを入れ、青みを強めて遠近感を演出します。赤みを増やして土の部分を描いたり、黄色みを増やして枯れ草の部分を描いたり、奥から手前へと色の変化をつけましょう。あぜ道の中央には光を強調するためパーマネントイエローライトを入れます。黄色が入ると光っているような明るい雰囲気になりますね。あったかい感じにもなります。ここで田んぼにも色を入れましょう。使った色はバーントシェンナ、ローズマダー、コバルトブルーです。コバルトブルーを多めにして焦げ茶を作ります。
耕された田んぼの畝を意識しながら塗ることが大切です。手前の田んぼは赤みを多くし、タッチも大きくしていって遠近感を演出してあげましょう。全体に色が入ってきたら、ここでバランスを見ながら再び桜の影の色を入れます。使った色はウルトラマリン、ローズマダー、オペラです。やはりここでもちょんちょんと塊を意識しながら下部に赤紫を入れていきます。この時水筆も用意して、今入れた色の筆跡の上部をぼかしましょう。色と色との境界線を柔らかくぼかす部分を作るのが大切です。桜の影があぜ道に落ちています。コバルトブルーにローズマダー、バーントシェンナーを入れます。一番手前の桜の影から塗ります。一本の桜の影でも手前はコバルトブルーを多めにし、青みを多くして、奥はローズマダーを増やし、赤みがかった色にします。ここでも水筆を用意して影の境界線をコントロールします。影は桜から離れていくにつれて薄くします。逆に木の根元に近い影は濃く色を入れておきます。皮面を塗ります。山の影になっていてかなり暗くなっているので、山の色が映り込んでいる様子を描いてあげましょう。山で使用した色と同じものを使うと自然な仕上がりになります。サップグリーン、コバルトブルー、バーントシェンナです。川の向こう岸に濃いめの色を入れて水筆で手前をぼかします。髪の白色も所々残し、顔ものキラキラした光を表現します。最後に手前の桜に細かい影と色味を薄く入れて華やかさをつけます。あぜ道にも草を入れて、ここで完成です。ではまた次の動画で。